武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは早稲田大学教育学部の、国語の現代文について話をしていきたいと思います。早稲田大学の教育学部の国語に関しては、大問が3つあって、現代文が2題と、古文漢文の融合問題、が、1問、計大問3つという形になっているんですが、現代文に関してはですね、毎年割と第1問が評論的なもので、第2問が、評論なんですが、よりちょっと分かりやすい内容のものが、多く、基本随筆か、比較的分かりやすいテーマの評論という形が出やすいんですが、今回その第1問の方の評論が割と抽象的な内容で非常に捉えづらい、問題だったというところで、文章難易度は結構高いのも出ることがあるというふうに思っておいた方がいいということですね。高いとは言っても、早稲田の多学部の対策までちゃんとしている生徒であれば割と受けることはできるとは思うんですが、国語をあまりちょっと優先してなくて、過去問もちょっとギリギリやってただけってなってしまうと、いきなりこの問題挑んでしまうと、あれこれすごく難しいんじゃないかっていうふうに思いがちな難易度かとは思います。で、基本的に早稲田の教育学部であれば特別な対策いるわけじゃないので、ルート通りの現代文を早稲田レベルまでしっかり全部やっていれば、問題ないと。で、今回の難易度で言うと、第2問の、問題であればマーチレベルの、開発講座などですね、現代文読解の開発講座などができていれば十分読めなくはないレベル、プラス早稲田の過去問などをしっかりやればですね。ですが第1問に関しては、正直キーワード集と、あと格闘するですね、現代文と格闘するあたりを押さえた上で読まないとちょっと、読みづらくて、大変だったんじゃないかなというふうには思います。はい。で、こういった問題に関してはですね、まずどの学部でも共通で言えることなんですが、早稲田で要求される読解を身につけるということが最善、となります。というのも、おそらくですね、ここまでのレベルになってくると、そもそも選択肢が非常にややこしくてですね、あまり内容がわからないまま選択肢を読んでしまうと、選択肢に非常に引っかかりやすくなってしまうと。で、さらにその選択肢の引っかかる基準も、今まで自分が選んでた基準では選べない選択肢っていうのが割と出てくるんですね、早稲田のレベルに入ってくると。で、そこで、ここまで読まないとわからないんだなって基準を一度理解しないと、選択肢を切るということが非常に難しくなっています。なので、まずそういった部分をしっかり身につけていって、なるほど、この文章はこういうこと書いてあるんだなっていう内容をちゃんと理解することで、100% の理解が自分の読解ではまだ難しいなっていう状況であれば、選択肢を解いていく中で理解を深めていって、その選択肢の解き方もちゃんと一問一問の問題の解説をしっかり読んで、自分なりに説明つけるようにして、この問題こういう解き方すればいいんだなってことをやっていって、一個一個丁寧に解いていって、解き方の基準を身につけて、選択肢の引っ掛けの作り方などもね、学んでいって、どういう理由で答えればいいのか、どういう部分を答えればいいのかっていうのを、しっかり学んでいくようにしてください。割と読解の選択肢が長い上に紛らわしいものが多いので、結構引っかかりやすい選択肢が出てくるので、こちらに関してはどこを、基準に判断すればいいのかをちゃんと見る癖をつけて、ただの解説の丸覚えじゃなくて、自分なりに回答の切り方、要は解き方を、一回構築して、理想的な解き方を自分の中で考えていって、解ける問題を増やしていくというふうにやっていきましょう。で、問題に関しては漢字なども出てきたりはするんですが、こちらに関しては一般的に出てきている漢字を押さえておけば、あとはその内容を読みながらちゃんと、どういうタイミングで使われて、どういう意味のことを書く漢字なのかっていうのが分かれれば十分書ける内容なので、知らない漢字、すごくマニアックな漢字をやらなきゃいけないというわけではないというふうに思っておいて大丈夫だとは思います。基本的には、ちょっと取りづらい、字が出てきます。字として難しいわけじゃないんですが、そういう書き方の漢字があるんだなっていうふうに思いやすい、ものですねというふうになっております。なので、特に文章が割と長くて、さっき言ったように抽象度が高い文章も出てたので、時間の使いすぎに注意っていう点も大きいですね。こちらに関しては大問ごとに、使っていい時間ちゃんとある程度決めておいて、最悪ちょっと迷ってどうしても解けない場合には、他の問題をしっかり解いて、解けるもので点数稼いでいくっていう意識を持ちましょう。一つの問題にこだわりすぎて時間使いすぎて残りの問題が雑になるということは絶対に避けるように、していってください。以上が、教育学部の、国語の現代文の勉強となります。